虫歯について見ていきたいと思います。結構歯を削られた。これだけ歯がなくなってしまうことになります。皆さんこんにちは、村下クリニック院長の村津大地です。今回はですね、虫歯について見ていきたいと思います。皆さんもですね、虫歯ができて痛い思いをされたこともあるかと思います。最初は小さな黒い点々みたいなのがあって、それから少しずつ広がってて穴が開いたり、どんどん進行していってしまいますけれども、意外にね、小さいうちは平気かなとか、もうちょっと様子見ようかなというふうに思われる方もいるかと思いますが、意外にですね、放置してる間に大きくなってるってことはね、あると思います。実際虫歯の治療として、歯を削ってみると結構歯を削られたっていう風にですね、おっしゃる方も中にはいるんですけれども、実際にですね、その虫歯っていうのが結構ね、見た目の黒さ以上に中で広がってるってことはよくあります。それをですね、実際に虫歯の歯を使ってですね、見ていきたいと思いますので、早速見てみましょう。お口の中ではですね、こういう風に上から見えますので、歯が欠けてるなぁと見えると思います。ただ実際はですね、結構中で広がってることも多くて、意外にですね、虫歯かなぁと思っても、中の方で広がってることがあります。実はこの表面に見えてる歯はですね、エナメル質といって硬いんですね。で、中にあるのがね、象牙質と言われて非常に柔らかいです。なので、実はですね、虫歯が入ったら、エナメル質じゃなくて象牙質の方が先に溶けていってしまいますので、このような形でですね、ドーム型に中がえぐれてるってことがあります。ではですね、この虫歯をちょっとね、削ってみたいと思います。水が出ます。こういう感じになって、だんだん移行的ですね、あります。治療する際はですね、引っかかりがある部分っていうのはできませんので、このような形で引っかかる部分っていうのをなるべくなくしていきます。こう見るとですね、だいぶ減りましたけれども、ここがですね、穴が開いていますね。なので、まだ取っていきましょう。で、こんな感じでだいぶ綺麗な線が見えてきましたけれども、このような形ですね。まだここもですね、引っかかりがあって、柔らかいものがあります。ここまだちょっと虫歯だと思いますので、ここもね、削っていきましょう。こういう感じですね。これでだいぶ移行的になってきました。ここですね、ちょっとこう穴が開いてるように見えますけれども、ここはですね、神経が出てるところですね。上から見たらですね、そこまで大きくないと思ってた虫歯も、実はですね、中で広がってることが多くて、ね、ある程度虫歯っぽいところを取ってみると、これだけ歯がなくなってしまうことになります。実際に治療してみると、こんなに歯を削られたということはですね、よくあることですので、あまり大きくないうちにやる方がいいかなと。ここがね、穴開いておりますけれども、これね、神経までも行ってしまってるんで、こういったケースはですね、神経を取っていく必要がある。別の歯でも見ていきましょう。このような形で虫歯が、これも中でこのように広がっておりますが、これもね、ちょっと削っていきましょう。こういったところも虫歯なので取っていかなきゃいけないですね。こんな感じで、本当はもうちょっとこの部分なんかも取っていかなければいけないんですけれども、実際にこのように取ってみると結構ね、歯が削られてしまうということになります。これはちょっとね、抜けてる歯なので、こう急いでやったので若干荒かったですけれども、口の中である場合もっとね、丁寧にやりながら削っていきます。でもやっぱり虫歯のある部分はね、しっかり取っていかなければいけないので、結果的にはですね、結構大きく歯がね、なくなっていくことになっています。もうちょっとね、削ってみましょう。掘ってみると中にこういう落とし穴みたいな感じで虫歯が詰まって、表面だけが虫歯かなと思っていても、実は中でですね、このように広がってるってこともあります。このような感じで結構ね、削れてしまいましたね。小さなうちから早めに虫歯の治療をされてください。
いかがだったでしょうか。結構ですね、虫歯中で広がってるっていうのがですね、映像で見ていただいても分かったんじゃないかなと思います。どうしてもこう虫歯の治療するにあたって、もちろん取り残すわけにはいかないので、ある程度綺麗に取ってはいくんですが、今回ですね、抜いた歯を手で削ってたので簡単に削ることができました。実際にはですね、もうちょっと丁寧に細かくですね、虫歯がついてるかっていうのをですね、右側検知液という色のつくもので調べたりしていきながらやっていくんですけれども、今回ね、それを使ってしまうともう真っ赤になってしまって分かりにくくなるので、あえて省きました。実際に口の中で治療する際はですね、ああいう感じでこう手で動かすことはできない、お口の中にこう並んでいる状態になっていますので、当然我々からですね、見える方向で削ることになるので、結果的にはですね、虫歯だけを取り除くっていうことは意外に難しくて、結果的には周りの健康な部分を一部削り取りながら治療ができるようにっていう風に進めていきます。そのため虫歯が小さいと思ってても大きく削らなければいけないということはね、あります。ですので最初のうちにですね、虫歯も小さいうちに治療しておく方が治療の範囲も少なく済むと思いますので、ぜひぜひですね、もし気になる歯があるのであれば早めに治療することをお勧めいたします。基本的に虫歯はですね、自然に治るということはほとんどありません。徐々に徐々に進行していくものですので、虫歯の治療なんかも必要があれば積極的にやってください。今後もですね、また歯にまつわる情報などを発信していきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。